ロシアのアラスカ進出の基礎を築いたグリゴリー・シェリホフグリゴリー・イワノビチ・シェリホフはロシア帝国の商人、探検家。現在のクルスク州にある町、ルイリスクで生まれた。1775年よりラッコなどの毛皮を求め、商船でチシマレット及びアリューシャン列島への探検を開始した。ハドソン湾会社などのイギリス商人がアラスカに進出する恐れを感じたシェリホフは 1783年から1786年にかけてロシア領はアメリカの沿岸を探検した。1784年にはスリーセインツ号とストリートサイモン号で妻ナターリア及び仲間のイワン・ラリノビッチ・ゴリコフラと共にコディアック島に上陸、先住民と衝突の後多数を殺して復従させ、スリーセインツ湾に最初のロシア入植地を建設した。 彼は、アラスカ公益独占を求めたが、エカチェリーナ2世は許可しなかった。イルクーツクに戻ったシェリホフは、キリル・ラクスマンや大黒やコーダユーラに会っている。1790年からはシェリホフは、シェリホフ・ゴリコフ会社など、アラスカや、北、太平洋で活動する複数の毛皮会社を設立し、アレクサンドル・ワラノフを現地へ送り込んだ。また、首都の官房長だったニコライ・レザノフを、 事業のパートナーに迎えた。シェリホフがコディアック島に築いた入植地シェリホフは1795年に死去。彼の事業は娘婿となったニコライ・レザノフが引き継ぎ、1799年には国策ロベ会社となった。シェリホフの名はオホーツク海西用部のシェリホフワニアラスカ本土とコディアック島の間のシェリホフ海峡、イルクーツク州のシェリホフ町などに残っている。 ありがとうございます。